お店ここか。自分のお店忘れちゃって。これで全部だよね。よし、全部提携終了。お店と提携してから水商売アイランドやるとどう？ちょっと今日の動画は早送りばっかりかもね。ここら辺の絵も全部早送りかも。よし、じゃあ毎回求人出すのはあれなんで、1日1回ずつ求人出していくか。ちょっと高いね、12万だもんね。お金なくなっちゃう。お金高かったのに。まあいや、じゃあ今回は失敗ということで。出勤メンバー、あ、なんか調子悪い子がいる。ほら、あ、お休みだって。ラブちゃん、ラブちゃんだって。じゃあこれはもう出れないんですね。よし、じゃあそう、お休みしたさくらとチェリー、ここら辺を復帰ということでね。一旦全部外すか。上から順番に並んでくれるんで、こうした方がいい。よし、こんな感じで。いらっしゃいませ。お客さん。よし、ここからまた。いらっしゃいませ。ここはいつもそうかな。いや、豪華ですな。よし、じゃあここから早送り。よし、じゃあ買ってこい。また来たよ。当社員。なんか全然満足しないな。この子だけだな。遠藤大人気だな。まだね、ちょっと見てないサインがいっぱいあるから、サインを覚えるみたいな。いらっしゃいませ。盛り上がってきた。あ、8になっちゃった。貧乏学生にはまずブロンズを当てて。美人さんだな。ようこそ。おい、来た来た。楽しくなってきた。助けを求めてるように見えますが。ちょっと待って、そっちだ。メニューですね。わかりましたよ。さりげなくフォローします。あ、キュートな子が好きなのね。あ、キュートな子が全員出払っております。あ、どうしましょう、私。渡部しかいない、渡部しか。よろしくお願いします。しょうがない。助けを求めているように見えますが、結構前からいたけどまだメニュー渡してなかった。お会計ですね。どうだ、断られたか。シルバーの子だからね、いけるかと思ったんだけど。ここで1分が経過しました。入ってこい。まずはブロンズをね、積極的に起用して。これ一般だったんだね。助けを求めてるように見えますが。あ、これ何、これ、アイス交換。当社員店長。あ、合ってた。さりげなくフォローします。ちょっと待って、ベストエジルのポーズはアイスなのね。なるほど、分かんなかったな。なんでエジルのポーズしてんだろうと思って。あ、やべえ、なんか押しちゃった俺。こ
小雪です。よろしくお願いします。今日は楽しみましょう。ようこそ。ごめんなさい。あ、途中でお客さん変えちゃったの俺も。うん、変えちゃったんだ俺。間違えちゃった。ボタン連打したんだね。いいね、いいね。お願いします。助けを求めてるように見えますが、メッセージルだ。店長も女の子をしっかり支えてくれています。あら、今日は満員にならなさそう。いらっしゃいませ。よろしく頼むよ。お客さん、お会計です。一般だからな、延長お願いします。ご延長ありがとうございます。おーし、ありがとう。あ、全然うまくいかない。あら、やばい。これにプラチナ使うのはもったいない。これフィーバータイムってどれぐらいあるんだろうね。1分でちょっと押してみる。もっと早くてもよかったのかな。いらっしゃいませ、お客さん。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。やったー。なるほど、お願いします。助けを求めてるように見えますが、店長も女の子をしっかり支えてくれています。よし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 。あー、でも全部お店埋まってからやりたい気もするよね。お、ブロンズの桜で売上が50万円突破。もう一人来ねえかな、お客さん。ここで2分が経過。粘ってみる。粘らない。フィーバータイムだ。これでいこう。ようこそ。あー、来た来たか。こんな早いタイミングで来ると思わなかった。お会計ですね。親切丁寧にお見送り。あ、しかも一般だった、こっちの方が。あー、でもダメだ、全員ダメだ。うまくはまらない。盛り上がりましょう。もったいない。お会計ですね。30万だって。これこっち行ける。あー、でもダメか。ありがとうございました。ダメか、変わらないか。せっかくお金持ってるのに。いらっしゃいませ、お客さん。お会計ですね。小雪ちゃんをね、ちょっと貧乏学生にぶつけちゃったからね。イエーイ、素敵だよ君。残り時間はあとわずか。30秒。今日使ったの誰だろう。成功ですか。美人さんだな。お願いします。お会計ですね。おお、チェリー頑張った。ありがとうございます。さあ、もうお客さんは来ねえかな。ここら辺がね、残念だな。なんか少しでも、あ、回復するのにね。ここがちょっときついですね、ここがね。ようこそ。どうしよう。盛り上がった。お会計ですね。ここも桜頑張った。ありがとうございました。あ、なになんかあそこが悪い感じになってる。あー、ダメだ、遠藤しかうまくはまらない。いらっしゃいませ。いいね、いいね。あー、でも少しでも。ありがとうございます。あー、間に合わなかった。ここでタイムアップだ。ここでタイムアップ。3日目の売り上げと74万3000円ってことで、あれだね、あの提携したらまた20万以上増えたね。
今日の人件費も抑えられたし、ブロンズ4人で。そうか、提携しただけでも増えるんだね。でも来客数は変わってないんだけどね。お、3位まで上がったぞ。あ、ファンの人数が360人も増える。獲得ファン数がすごい。さあレベル上がれ上がれ上がれ。いや、いいじゃないですか。え、すごくない？これ、お金が。わしにはお金入らないんですよね、これね。いらっしゃいませ。あ、お腹空きまくってる。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。じゃあちょっと能力を今度増やしてみようか。これね、水商売アイランドの経験値が上がるのと報酬額が上がるやつ、この2つをちょっと入れてみます。経験値アップ、報酬額アップ。一応ね、レベル2っつうのもあるんだけど、これはちょっとまた次回にいきましょうかね。これでまた水商売アイランドをやってみてどう変わるかをちょっと見たいっていうだけですね。4日目ですね、これでね。小雪ちゃんは出れる。ゴールドは2人ともいけそうだね。ちょっとこの子があれだけど。で、シルバーとシルバーで、ブロンズはこの子が出れる。この子とさくらとチェリーか。こんな感じだね。求人も出しとく。12万5000、1回だけね。1日1回だけやろうって決めたからね。また出なかったらどうしよう。2連続で出ない。高いよお金。しょうがない。じゃあこのメンバーで行こう。さあ能力回復は。いらっしゃいませ。あ、報酬額アップの強化はどうなるか。いらっしゃいませ。あら、豪華だ豪華だ。いいね。ここだけいつも早送りしないから。いらっしゃいませ。お客さん早いな。もう来た。あ、でも満足するのがいない。まだ貧乏と一般しか来ないけど、一般が1回しか来ないね。まあ、貧乏しか来ないですね。どうもどうも。あ、一般いきなり来た。あ、小雪ちゃん当てたかったんだけど。ともみ。あ、机になんか置かれた、ちゃんと。いらっしゃいませ、お客さん。さあ次は貧乏。小雪ちゃんの出番があんまりないな。お待たせしました。ビビンさんだな。この辺使うな。ともみと聖子ちょっとかぶってるな。助けを求めてるように見えますが、変えようかな。なんかね、あ、もう覚えてきたね。これさりげなくフォローします。ようこそ。盛り上がってきたわ。さあ次は。お願いします。ちょっと待ってね。求めてるように見えますが、渡部。遠藤で行きましょう。いいね、いいね。
メッセージルは会長も女の子をしっかり支えてくれています。あと他のサインまだ見てないな。もう見たいな早くね。さあ悪くないですよここまで。ここで1分が経過しました。お客さん可愛いな。さあ席が埋まり始めました。小雪ちゃんをここで使ってみますか。エースの登場です。よかったね貧乏学生。はじめまして小雪です。今日は楽しみましょう。かわいい。お願いします。助けを求めてるように見えますが、レディーグラスです。女の子をしゲストグラスと灰皿のサイン見たいね。お願いします。お会計ですね。あ、断られちゃった。一般だったから、なんとかね、園長賞しかったね。どうしない。今日はまだこっち使ってないのか。じゃあ渡部で行こう。いいねいいね。お願いします。お会計ですね。延長で。ご延長。よっしゃ。ありがとうございます。さすがシルバー頑張ったね。お願いします。助けを求めてるように見えますが、ベストエイジルはアイスト。店長も女の子をしっかり支えてくれています。この覚え方でいいのかな本当に。いらっしゃいます。おお満タンになりそうだ。満タンになりました。あともみ2連ちゃん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。使いますか。じゃあそろそろ。ように見えますが。店長も女の子をしっかり支えてくれています。1分20秒だけどフィーバータイムいきますか。あそうだ、この子がやると演出があるんだよね。ごゆっくりどうぞいいねこのグッってのがいい。行ってこーいフィーバータイムだ。フォーシャイン売上が50万円突破。お会計ですね。ありがとうございました。あれでもここフィーバーにならなかった。全部フィーバーになるわけじゃないのか。知らなかった。チェリー行ってこい。人さんだな。お願いします。お会計ですね。女の子を褒めるにすればよかった。いらっしゃいませ。お客さん、すごいな。まだもうお客さんが常に満席になる。助けを求めてるように見えますが、メニュー今さら。あ、さっき入ったばっかりだから。いやまだまだフォローできてないですよ店長。さくらちゃん行ってこい。いや満タンですよこれで。どこだ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 。これか。お会計ですね。褒めてみようか。あ、少し、あ、そういうことか。褒めた方が体力が回復とかがあるのかな。お会計ですね。ありがとうございます。また来てや。どうしたい。ここは誰かな。あ、結構誰でもいい感じ。じゃあエース投入。お願いします。お願いします。ちょっと待って、ちょっと待って。ですね、こっちはちょっと疲れてそうだから褒めてあげよう。お会計ですね。あ、こっち一番疲れてる。あ、疲れてるけど。ご延長。おお、延長できた。あのサインは延長なの。疲れてんなここ。いやもう全然この助けは大丈夫です。店長も女の子をしっかり支えてくれています。あんまり実況がちょっとちゃんと喋んねえな。
もっと実況してくれるちゃんと。どっちにしよっかな。もう残り時間少ないから経験値稼ぐかレベル2だしねこの子。お待たせしました。そういうのもね、経験も積んでもらおう。お願いします。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。おお、ブロンズが頑張ったチェリー。いらっしゃいませ。今日常に満タンになる。回転率いいね。お、100万円突破。やっぱりね、あのスキルもあるだろうけどね、ちょっとね今回からやってみたんで。あと5秒さあ、どれだけいけるか。終わったー、100万突破。最終の売り収益90万。ちょっとこれも書いとこう。いやー、そういうことか。100万はあくまでも売り上げだからね。4日目と。ここで能力スキルアップか。ここで経営系徐々に上がっていくね。何にもしなかった時に比べると5倍に上がってるわけ。これ2位に上がったぞ。おお、レベル上がれ、レベル上がれ。ただキリュウちゃんの収益にはなってないんだよ。あ、なったなった。うん、楽しい。楽しいですよキリュウちゃん。こんなに楽しいんですね、キャバクラ経営が。というわけで、今回ね、4日目今やったんですけど、こんな感じにしとこうかな。1日目が、3人しかいなくて27万だったと。で、2日目は、8人体制で57万と倍に増えた。で、次はお店を提携したら74万。で、4日目はスキルをレベル2にしただけで109万と。そういう感じになりましたね。じゃあ今回はね、ちょっとここまでにして、次回は、これも先進めないで一旦ね、これ以上水商売アイランドばっかりやってるとあれなんで、次回はメインストーリーやりたいと思います。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。